おはようございます。ゆるゆるです。いつもご視聴ありがとうございます。蒸し暑いですね。やっとね梅雨が明けたんじゃないかなとね、いうふうにね、予想しておりますね。梅雨明け宣言自体はね今現在ないんですけれど、まあ、おそらくね梅雨明けなんじゃないかなと思います。で以前もね言ったかと思うんですけど、梅雨明け宣言した瞬間ね雨が降るっていうのはねこれデフォですので、それにはね気をつけたいと思います。でここ最近ですね、まあニュースでもね報道されていますけれど、コロナがね流行っているとのことです。で僕の周りにもですね結構コロナがね、まあ、流行ってまして、まあ、僕自身はねかかってはいないんですけれど、なんとですねうちのね両隊のメンバーでもありね、このチャンネルでもねおなじみかと思いますね、ジロちゃんがねコロナにかかりました。でね今週末はい、もしもし、今犬散歩してます。あ、別にいいです。明日行きますよ。領収書も取り行かないかんし。あ、はい。あ、わかりました。今ちょっと散歩してますんで、すいません。20分ぐらいかな。今ちょうど一番遠いところにおるもんやけ。今から帰っても20分ぐらいかかるっす。あ、すいません。もうね、すいません。で、何でしたっけ。もう電話がねもうじゃん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 で、ね、もうじゃんじゃんバリバリですよね。じゃんじゃんバリバリね、もう今日もうものすごい数のね電話がね鳴りやまない状況です。まあそれぐらいね仕事忙しくさせていただいております。ただね、収入には結びついておりません。残念ということでね、話を戻しまして、おそらくですねコロナの話をしていたのではないかと思います。で、うちのね、まあ、両隊のメンバーでもありこのねチャンネルでもおなじみのジロちゃんがね、なんとコロナにかかりましたと。で僕の周りでもですね結構今コロナが流行ってまして、でこのチャンネルでもですね、まあ、よくね、まあ、チャットしていただいたりとか、あとねメンバーさんでもあるヒカルさんとかね、ご本人がねコロナにかかってね今現在その、まあ、後遺症というかね、そういったのがね、まあ、続いているとのことですし、優子さんもね、のご主人か、優子さんのご主人もねコロナにかかったということでですね、非常にも流行っておりまして、でニュースでもですね今ね11波というふうにね、報道しておりますね。まあ、昔と比べてねだいぶそのコロナの性質がね変わったとはいえですよ、とはいえ中にはね、まあ、症状が、ね、ない方もいらっしゃるようなんですけれど、変わらずね喉とかね、まあ、咳とかあとは味覚とかね症状がね、ひどい方もいらっしゃるようなので、まあ、皆さんね気をつけてくださいと、まあ、僕自身にもね言ってることなんですけれど、でまあこの時期なのでなかなかねこんな暑い中ですねマスクっていうのはね、まあ、かなりね大変なことだと思うんでね、できない部分もあるんですけれど、まあ、僕自身もねちょっとね気をつけたいなと思います。まあ仕事自体がですね、まあ、ほとんどね、社会から隔離されたようなねまあ、仕事ではあるんですけれどね、気をつけたいなと思っておりますね。あ、だいぶね、このね、雨模様もね、まあ、落ち着きまして、いつものねため池はこんな感じでございます。まあ、ちょっとね落ち葉がね浮いていたりとかするんですけれど、見えますかね向こうね、錦鯉ね、金色っぽいね、錦鯉がね泳いでいるのが見えるかと思いますね。水の、ね、透明度の方もねだいぶ上がってきてというところですね。はい、ということでね、あ、そうそうね、これ言ってなかったですね、途中まで言ったのかな。で今度のね週末にジロちゃんとのねコラボ予定していたんですけれどね、残念ながら中止ということでね、まあ、本人はですね、まあ、マスクをつけたらとかね、まあ、いろいろなんか考えていたようなんですけれど、
まあ、僕自身がですね、まあ、なる分はね別にいいんだけど、ただねちょっと仕事自体ね、いやトレーラーの方ね休みがね、まあ、取れない状況になっております。で一人でもね入っていただければね、まあその方が仮にねコロナだったとしてもね、僕が代わりにね、乗れるっていうのもありますし、まあ、僕がねコロナになってもね仕事自体はねずっとやっていけるというところなので、まあ、人手不足にね陥っているというかね、もう陥るも何もね、まあ、スタートしたばかりではあるんですけれど、まあ、そういった状況なんですよね。なので僕自身もね、まあ、コロナに今なるとちょっとね、迷惑かけてしまうので、まあ、ここはですね、大事をとってねジロちゃんとの、ね、コラボね、残念ながらね延期とさせていただきますね。まあ、ただね、まあ皆さんからのね、まあリクエストね、ご期待にね、応えれるようにですね、まあ体調がね、まあ、回復すればまたね一緒にねやっていきたいと思います。でなかなかね好評だったので僕自身もねやっぱり嬉しくなっちゃうところもありますしね、ジロちゃんもねあんな感じでね真面目じゃないですか。僕みたいにね毒吐いたりとかしないじゃないですか。なのでね、一緒にね、まあ、コラボとかするとね、まあ、彼でね、やりやすい部分もねあるかもしれないので、やっていきたいなと思いますね。いやそれにしてもねもう今ね歩いていますけれど、じっとしているだけでね汗がね、吹き出してくる、まあ、そういったね、気温ですね。でそんな中にもかかわらず先ほどですね83歳さんから電話がありまして、前々から言ったんですよ、うちの家のね、ところにねイノシシが出てると、犬入れてね有害やりたいんだけどどうって言われていやいいよと、全然いいんやけど犬おらんよっつってなのでねじゃあ8番ね、に声かけてねマリとね、もちろんチグさんもいますのでねとか入れてね、じゃあ優雅やろうかという計画がありました。ですがね、残念ながらね8番がね、用事があるということでね中止となってしまいましたね、ですのでねまあこの時期、まあ、優雅となるとねなかなかねちょっと大変なんですよね、まあ、なのでね僕自身はねあんまりやりたくない、なのでどうしてもね、まあ、八重さんがね、まあ、イノシシを取りたいというところなので、まあ、一つね話に上がっているのがまたね箱穴をね、まあ、みんなで移動してでそこでねかけたらどうかということになっておりますね。箱穴移動するにしてもやはりね人間が、まあ、3、4人はね、まあ、必要になってくるのでまたね声かけしてっていうところなんですけどね、なかなかねその箱穴を移動するんで手伝ってもらえないでしょうかって言いづらいんですよ。でこれがね僕自身の箱穴であればですねいいんですけれど、83歳さんじゃないですか、83歳さんが箱穴移動したいって言ってるんで手伝ってもらっていいやろうかって言ってなかなかこうね、いい返事もらえないね、残念な現実もあるんですよ。まあ、これがね僕のね箱穴っていうことであればですねまた変わってくるかもしれないですし、また違ったね、まあ、餌をぶら下げるっていうのもあれですけど、まあ、例えばですね猟犬での有害を午前中してで昼からね箱穴移動するんでと手伝ってもらっていいだろうかっていうことになればねまたね、違った返事がね返ってくることだと思いますしね。でまたね83歳のね言うことがいいんですよ。今ね俺がっていうのは83歳さんがっていうことですよ、ね、俺がね、見ている箱穴はね全部あんたに行くんだからと、だからね、箱穴を置くのをね誰か声かけてもらえんやるかみたいなことを言うわけですよ。そういうことをね、まあしょうがないかなと思いますけどね。はい、ということでね、ちょっとね今から帰ってねうちにね1番が来るとのことですし、まだね他にもね、
いろいろね、仕事のね、電話をしないといけないのもありますしね、とっととね、帰りたいと思います。はい、ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた。